のうちの一つであるパリのオステルリッツ駅よりフランス南西部への路線網を有していた1934年にミディ鉄道を統合してパリオルレアンミディ鉄道となりさらに1938年1月1日にはフランス国鉄の一部となったパリオルレアン鉄道は sncf 設立までに 11700km 以上の路線網を築いた パリ・オルレアン鉄道は1838年に設立され、1843年にパリからオルレアンまでの路線を開業させ。さらに異常と買収によって、フランス南西部方面、中央高地方面への路線を獲得した。技術的観点からは、パリ・オルレアン鉄道は、 経済性の向上を目的に行われた機関車の進歩と改良が注目される。会社の有名な技術者としては、カミーユ・ポロンソウ、フランソワ・タミシエ、ビクトール・フォルケーノ、エルネスト・ポロンソウ、アンドレ・シャプロンなどの名が挙げられる。また、パリオルデアン鉄道は、南部鉄道と並んで、鉄道殿下の先駆者でもある。 オステルリッツ駅からオルセ駅までの区間は1900年5月28日に開業している。この区間は直流600ボルト第三基乗方式で電化されていた。この事業は起業家レオン・シャニョによって成し遂げられた。直流1500ボルトによる最初の本格的電化が行われたのはパリ・ビエルゾン間であった。など、ありがとうございます。